明治政府に対抗する新体制、奥羽越列藩同盟の真の目的とは。明治維新の時期、新政府に対抗するために結成された奥羽越列藩同盟は、東北と越後地方の諸藩が力を結集した同盟でした。この同盟は、新政府に対する強い反発と、自らの地域の独立を守るための試みを象徴しています。戊辰戦争の激動の中で、同盟の結成から崩壊に至るまでの経緯を紐解き、当時の日本の政治的な変動とその背景に迫ります。同盟の真の目的とは何だったのか、その意図と行動を探っていきましょう。奥羽越列藩同盟の結成。奥羽越列藩同盟は1868年に戊辰戦争中の東北地方と越後地方の諸藩が結成した軍事同盟です。この同盟の結成には複数の政治的、軍事的な背景がありました。戊辰戦争は1868年1月に旧幕府軍と新政府軍の間で鳥羽伏見の戦いが始まり、旧幕府軍の敗北から幕を開けました。これを受けて新政府は旧幕府側の勢力を排除するため、会津藩や庄内藩に対して厳しい処置を求めました。会津藩主の松平容保と庄内藩主の酒井忠厚は共に幕府の支持者であり、新政府に対する敵対的な立場を取っていました。新政府は鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍が敗れた後、会津藩と庄内藩を朝敵として位置づけ、討伐を命じました。特に庄内藩は薩摩藩の江戸藩邸を焼き払ったことで、新政府から厳しい敵視を受けることとなりました。これにより両藩は新政府からの圧力にさらされることになりました。1868年5月3日、仙台藩を中心に奥羽列藩同盟が結成されました。6日には越後長岡藩など北越の6藩が加わり、正式に奥羽越列藩同盟が発足しました。この同盟は新政府の圧力に対抗し、地方の自立を目指すものでした。同盟の盟主には、輪王寺の宮高原発信王が迎えられました。彼は上野戦争で敗れた彰義隊の後援者として知られ、会津に逃れてきた後、同盟軍の旗印として擁立されました。これは新政府に対抗するための正当性を強調する象徴的な意味を持ちました。同盟の政策を合議するための抗議書が白石城に設置されました。この抗議書は実質的に同盟軍の司令部として機能し、東北地方の新たな政権の中枢を担いました。抗議書では新政府軍が白川口から北に侵入するのを防ぐための戦略が議論され、新潟港は列藩同盟の共同管理とすることが決定されました。また、新政府軍を排除した後は江戸城を抑え、民衆や諸外国を味方につける計画も立てられました。これらの政策は新政府を打倒し、自立した新政権を樹立するという野心的なものでした。奥羽越列藩同盟の結成は、戊辰戦争中の新政府に対する東北地方と越後地方の諸藩の反発から始まりました。仙台藩や米沢藩を中心に、会津藩や庄内藩への討伐命令に反発し、地方の自立を目指す同盟が結成されました。この同盟は、抗議所の設置や輪王寺の宮の両立など、組織的な体制を整え、新政府に対抗する姿勢を鮮明にしました。会津と庄内の有志たち。会津藩と庄内藩は、戊辰戦争において、新政府軍に対抗する主要な勢力として活躍しました。この戦いの中で、両藩の武士たちは、その勇気と戦術で注目されました。まず、会津藩の藩主である松平容保は、徳川将軍家への忠誠を貫いた人物です。彼は、京都守護職として、幕府の防衛に尽力し、戊辰戦争が始まると、会津若松城に籠城して新政府軍と対峙しました。容保の指導のもと、
会津藩士たちは一致団結して戦いました。会津藩の中でも特に有名なのが白虎隊です。白虎隊は16歳から17歳の若者で構成された少年兵部隊で、会津若松城の防衛に参加しました。彼らは戦闘の中で飯盛山に退避し、城が落ちたと誤解して集団自決を図るという悲劇的な運命をたどりました。このエピソードは会津藩士たちの忠義と勇気を象徴するものとして広く知られています。唯一の生存者である飯沼貞吉が後にその詳細を伝え、白虎隊の物語は後世に語り継がれています。また山川博士は会津藩の家老であり、戦闘指揮を取る重要な役割を果たしました。彼は会津戦争の際に若松城を守るための戦術を立案し、指揮を取りました。山川の指導のもと、会津藩士たちは激しい戦闘を繰り広げ、新政府軍の攻撃に対して果敢に抵抗しました。一方、庄内藩もまた新政府軍に対する強力な抵抗勢力として知られています。庄内藩の藩士である酒井忠厚は藩の財政基盤を強化し、近代的な軍事力を整備しました。庄内藩は最新鋭の武器であるスペンサー銃を装備し、高い戦闘能力を誇りました。庄内藩の兵士たちは北上して秋田戦線で新政府軍を次々と撃破し、県主を誇る横手城をも陥落させるなど、連戦連勝の戦果を挙げました。庄内藩の戦いの中で特筆すべきは、武士と民衆が一体となって戦ったことです。この強い結びつきは他の藩には見られない特徴であり、庄内藩の強さの秘密とされています。また庄内藩の財政を支えた豪商本間家の存在も、藩の近代化と戦力強化に大きく寄与しました。しかし会津藩と庄内藩の奮闘も虚しく、最終的には新政府軍の圧倒的な力の前に敗北を喫しました。会津若松城は1868年9月に陥落し、庄内藩も同年9月26日に降伏しました。それでも庄内藩は領内に一兵の新政府軍も入れないまま降伏するという、連戦連勝のまま敗戦を迎えるという異例の結末を迎えました。これらのエピソードは会津藩と庄内藩の武士たちの勇気と戦術、そしてその忠義を物語るものであり、戊辰戦争における彼らの重要な役割を強く印象づけています。列藩同盟の武器と戦術。大羽越列藩同盟は新政府軍に対抗するために最新の武器と戦術を駆使しました。特に庄内藩と長岡藩が導入した近代的な兵器とその戦術的利用が重要な役割を果たしました。庄内藩は最新式のスペンサー銃を導入し、軍事力の強化を図りました。スペンサー銃は当時の最新鋭のライフル銃であり、装填が早く射程も長いという特徴を持っていました。庄内藩はこの銃を大量に購入し、兵士たちに配備しました。これにより庄内藩は新政府軍に対して強力な火力を持つことができました。庄内藩の兵士たちは厳しい軍事訓練を受け、高い練度を誇っていました。特にスペンサー銃などの近代銃器を操る技術は新政府軍に対して大きな脅威となりました。さらに庄内藩は領民と武士の結びつきが強く、多くの領民が領内の守備に参加することで、戦闘に出る藩兵を外政に集中させることができました。長岡藩はガトリング砲という当時最新の機関銃を所有していました。ガトリング砲は連射能力に優れ、短時間で大量の弾丸を発射できるため、敵軍に対して圧倒的な火力を発揮しました。長岡藩はこのガトリング砲を要所に配置し、
新政府軍の侵攻を効果的に阻止しました。長岡藩の軍事指導者である河合継之助は軍事戦略に優れた人物で、兵士たちに近代的な戦術を教え込みました。彼の指導のもと、長岡藩は徹底した防衛戦略を展開し、新政府軍に対して粘り強く抵抗しました。大上越列藩同盟を構成する各藩は、それぞれ独自の軍事訓練と戦略を持っていました。庄内藩は近代的な射撃訓練を徹底し、精鋭部隊を育成しました。一方で長岡藩は、下方の操作に熟達した部隊を編成し、砲撃戦術を駆使しました。また、会津藩は、伝統的な戦術を継承しつつも、近代兵器の導入に積極的でした。抗議所が設置された白石城では、各藩の代表者が集まり、戦略を協議しました。彼らは、新政府軍の動向を分析し、適切な対応策を練ることで、連携を強化しました。こうした組織的な対応が、大上越列藩同盟の戦闘力を高める一因となりました。大上越列藩同盟は、新政府軍に対抗するために、最新の武器と戦術を導入し、各藩が連携して戦うことで、大きな抵抗力を発揮しました。庄内藩のスペンサー銃や長岡藩のガトリング砲は、その象徴的な例です。彼らの戦闘は、近代兵器の効果と徹底した訓練に支えられていました。しかし、最終的には新政府軍の圧倒的な力の前に敗北しましたが、その抵抗の様子は後世に語り継がれています。天皇招致計画。大上越列藩同盟が新たな政権を樹立するために、天皇を東北地方に迎え入れるという計画は、非常に野心的でありながらも実現には至りませんでした。大上越列藩同盟が結成された1868年当時、新政府軍は旧幕府側の勢力を次々と討伐していました。特に会津藩や庄内藩は新政府から朝敵として認定され、討伐の対象となっていました。この状況に対して東北地方及び越後地方の諸藩は団結し、新政府軍に対抗するための同盟を結成しました。天皇を東北に迎え入れる計画の目的は、新政府に対抗するための正当性を確保し、同盟の結束を強固にすることでした。新政府軍に対抗するためには、単なる軍事力だけではなく、天皇の存在を利用して、新たな政権の正当性を主張することが重要だと考えられました。大上越列藩同盟は、輪王寺の宮高原発親王を擁立し、彼を天皇として迎え入れることで、新しい朝廷を樹立しようとしました。輪王寺の宮は、上野戦争で敗れた彰義隊の後援者として知られており、その存在は新政府に対する反抗の象徴とされました。同盟は白石城に抗議所を設置し、新たな政権の中枢として機能させる計画を立てました。抗議所では各藩の代表者が集まり、戦略を協議し、新政権の運営方針を決定する予定でした。また、新政府軍を排除した後は、天皇を中心とした新しい朝廷を東北地方に設置し、全国に対してその正当性を主張するつもりでした。しかし、この計画は実現しませんでした。その理由は、新政府軍の迅速かつ圧倒的な軍事力にありました。大上越列藩同盟は、新政府軍との戦闘で次々と敗北を喫し、戦局は次第に悪化していきました。特に、仙台藩や会津藩が次々と降伏したことにより、同盟の結束が揺らぎ、計画の実行が困難になりました。さらに、天皇を東北に迎え入れるという計画自体が現実的ではなく、実行可能性に乏しかったことも要因です。新政府はすでに京都に拠点を構えており、天皇の存在を利用して全国の支持を集めていました。このため、
天皇を東北に移すことは政治的にも軍事的にも困難を極めました。奥羽越列藩同盟の天皇招致計画は新政府に対抗するための正当性を確保するための野心的な試みでした。しかし新政府軍の圧倒的な軍事力と現実的な困難によりこの計画は実現しませんでした。それでもこの計画は東北地方の諸藩がいかに真剣に新政府に対抗しようとしたかを物語っています。同盟の崩壊。奥羽越列藩同盟が最終的に崩壊するまでの経緯は新政府軍との戦闘、同盟内の意見の対立、そして戦局の悪化といった複数の要因が絡み合っています。奥羽越列藩同盟は1868年5月に結成され、新政府軍に対抗するために東北地方及び越後地方の諸藩が結集しました。しかし同年6月には新政府軍が東北への侵攻を開始し、戦闘が本格化しました。仙台藩、米沢藩、会津藩などの諸藩はそれぞれの領内で新政府軍と戦いましたが、戦局は次第に不利に展開しました。同盟内では戦略や新政府との対立姿勢について意見の対立が生じました。特に戦闘が激化する中で、一部の藩は早期の降伏を考えるようになり、同盟の結束が揺らぎました。仙台藩などの大藩は新政府軍との妥協を模索する一方で、会津藩や庄内藩は最後まで抵抗する姿勢を崩しませんでした。この内部対立が同盟の崩壊を早める結果となりました。戦闘の進展とともに同盟軍は次々と新政府軍に敗北しました。特に会津藩の防衛拠点である若松城の陥落が大きな転機となりました。1868年9月、若松城は新政府軍の猛攻を受けて陥落し、会津藩主の松平容保は降伏しました。この時点で同盟の中心的存在であった会津藩の降伏により、同盟全体の士気が大きく低下しました。庄内藩も同様に新政府軍との激しい戦闘を繰り広げましたが、最終的に1868年9月26日に降伏しました。庄内藩は領内に一兵の新政府軍も入れないまま降伏するという異例の形での降伏でしたが、これもまた同盟の崩壊を決定づける出来事となりました。また奥羽越列藩同盟のシンボル的存在であった輪王寺宮高原発親王も最終的に降伏しました。輪王寺宮は新政府に対抗するための象徴として同盟に擁立されていましたが、戦局の悪化に伴い彼もまた降伏を余儀なくされました。これにより同盟は完全に崩壊しました。同盟が崩壊した後、各藩は新政府の支配下に置かれました。会津藩は厳しい処罰を受け、松平容保も隠居を余儀なくされ、会津藩は大幅に縮小されました。一方庄内藩は新政府との交渉により比較的穏やかな処罰を受け、藩自体は存続が許されました。奥羽越列藩同盟は新政府に対抗するための結束として成立しましたが、戦局の悪化と内部対立により崩壊しました。戦闘の進展とともに次々と敗北し、最終的に主要な藩の降伏により同盟は解体されました。同盟崩壊後の各藩は新政府の厳しい支配下に置かれ、それぞれの運命が大きく変わりました。これらの一連の出来事は戊辰戦争の中で新政府軍と地方諸藩の間で繰り広げられた激しい対立とその結末を物語っています。奥羽越列藩同盟は新政府に対抗するために東北と越後地方の諸藩が結集した重要な試みでした。新政府軍との激しい戦闘や
内部の違憲対立、主要班の降伏を経て最終的には崩壊しましたが、その過程で同盟の真の目的とその意義が浮かび上がります。この歴史を理解することで、明治維新期の日本における政治的変動と地域の独立を守ろうとした努力の一端を知ることができます。